東口鹿島田駅は神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目にある東日本旅客鉄道南部線の駅である。駅番号は JN04。駅設置当時の大技から取ったもの。なお、駅開設当時の地名は羊国日吉村。鹿島田の由来は鹿島田歴史を参照。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で京上駅舎を有している。 各ホームと改札街の間に上りエスカレーター及びエレベーターが設置されている。武蔵小杉駅管理の JR 東日本、ステーションサービスへの業務委託駅で緑の窓口、自動券売機、多機能券売機、自動改札機、自動生産機設置。トイレは改札内にあり、オストメイト対応の多機能トイレを併設している。 2020年度の1日平均乗車人員は14,832人である。2015年度に快速通過駅のヤムケー駅を上回ったが、2020年度に再度下回った。近年の推移は下表の通り、改札口を出た左側に駅ビル、エキストがある。出店店舗の詳細情報は JR 東日本駅パラウェブサイト内の 施設情報ページを参照。JR 横須賀線新川崎駅が西側へ500メートルほどに立地しているが、制度上の乗り換え駅には指定されていない。2010年3月13日以降は、同日に横須賀線用ホームが開業した武蔵小杉駅が南部線との乗り換え駅に指定されている。駅舎から駅前再開発ビルまで、ペデストリアンデッキが通じている。また、 2016年に西側にあるパークタワー新川崎、新川崎スクエアを経由して新川崎駅手前まで接続するデッキが完成した。鹿島田駅前、鹿島田駅入り口鹿島田。ありがとうございます。